もっとのめをぬしら。これは宴であるぞ。長手の意を借りている男がおるであろう。第二の道教を出すべきではないと存じます。私は、白壁王様を擁立したいと考えている。ここからが少年場ですよ。亡くなった聖徳天皇は生涯独身だったため、 後継者にあたたる人物がいませんでしたそのため次期天皇を誰にするかという問題が発生していましたお久しぶりでございますフ野の清美様これは珍しいお客様だ今は右大臣だったかはい今日はその右大臣としての仕事をしに来ました断るまだ何も言っておりませんが 私を次期天皇にという話であろう。その通りでございます。天武天皇の孫であるあなた様が一番適任かと思いまして、私は親戚を折りたみだ。今更天皇になどなれぬ。この緊急事態です。私がうまくやりますよ。体力的な問題もある。せっかくの話だが、 今回は諦めてくれ。そうですか。私の代わりに弟の王智はどうだ。無礼を働いたお詫びとして私の方から話を通しておく。それはそれは。お気遣い感謝いたします。では何卒よろしくお願いいたします。ところで真備殿。 今回の件左大臣側はどう動くと予想する長手殿は権威を着ているだけにございます。特に動かないのではないかと。長手ではない。長手の意を借りている男がおるであろう。織田丸殿ですか。わしはあの男が中丸以上の切れ者だと思っておる。 お主はどうじゃそうですね。今回の件で白壁王様を次期天皇にと申してきたら私もそう思うかもしれません。白壁王あの飲んだくれかはいなぜそれで切れ者だと本質を見抜く力があるということになりますから。 白壁王の本質。もっと飲めお主ら。これは宴であるぞ。ここにおられましたか。おお、馬飼いのせがれか。よう来たな。どうだ、お主もいっぱい。い,いえ、私は遠慮しておきます。まだ仕事が残っておりますので。遠慮するな。いっぱいぐらいい,いであろう。なあ。では。 倍だけ頂戴いたします。いい飲みっぷりじゃ。褒めて使います。ありがたき幸せ。それでこんなわしに藤原なものが一体何の用じゃ。今日は白壁王様に次期天皇になっていただきたく参上をつかまつりました。<laughs> <laughs> お主藤原の者のにしては面白いことを申すのだな長手は冗談の一つも言わないというのに冗談ではございませぬよ私は本気で思っておりますなぜ私を天皇に押すのだあなた様が優秀な人物だからですただの飲んだくれだ それは聖徳天皇や道教に目をつけられないための仮のお姿であられますよね噂通りの切れ者よのお主ら少し席を外してくれ小玉丸殿と大事な話があるお気遣い感謝いたしますして訳を聞かせてもらおうか優秀というのは建前であろう 担当直入に申し上げます。あなた様が天智天皇の血筋だからでございます。やはり面白いことを申すなお主は。天武天皇以来天皇は全て天武系のものじゃ。今更天智系に戻してどうなる政治と仏教とのつながりを弱めるためです。なるほどな。確かに仏教に浸水しているのは。 天武系の者たちだけだけ第二の道教を出すべきではないと存じます。理由は分かった。だが天武系の流れを天示系に戻すことに賛成する者はいないであろう。しかも擁立されたのがのんだくれだ。逆に反対する者が増えそうだが。ご安心ください。その辺は私がうまくやっておきます。 白壁王様は即位の準備をなさっておいてください。では、私は仕事に戻ります。自分の野心のためなら、こんな追いぼれでも利用する。面白い男じゃ。しかし、私が天皇になるとは、史上最高齢になるのかのう。失礼いたします。お黙ろか。 準備万端にございます。そうか。では行くか。吉備の真君が天武天皇の孫であるふ野の王家を藤原のお玉をはじめとした左大臣藤原の長手川が天智天皇の孫である白壁王を擁立しようと画策します。次期天皇は両陣への協議によって決まることとなります。私は 伝統に従い天武天皇の血筋であるふんやの王子様が一番適任だと存じますがいかがでございますか王子様は一度親戚を降りられているお方適任であるとは思えんが確かにそのような経緯はありますがもう二十年も前のことです気にするものは多くないでしょうそれに今は緊急事態 一刻も早く天皇を即位させて国をまとめる必要があると存じます。確かにそうではあるが、長手殿は誰がいいと思われますか私は白壁王様を擁立したいと考えている。白壁王様ですか。なるほど。やはり切れ者でしたか。何かい,いえ。 何でもございませんしかし白壁王様は天智天皇の血筋です。それに最近のお姿を見る限りとても適任とは思えませんが恐れながら申し上げます。国家にとって今一番の脅威は仏教勢力の台頭です。また道教のようなものを出すわけにはいきません。この辺で仏教とのつながりの弱い天智系に戻すというのはありだと思いますがなるほど。 そのお考えは一理ありますね。それに私は、聖徳天皇からの遺言を預かっております。遺言ですか。それは興味深いお話ですね。それでその遺言には、なんと、白壁王を次期天皇にというものです。それは、まことですか。はい。 本当に聖徳天皇の遺言ですか真備殿、いささか失礼なのでは、申し訳ございません。時代が変わるかもしれない大事な瞬間、確認は何度も行わなければと思いまして。それで小玉呂殿、どうなのですか間違いなく聖徳天皇の遺言にございます。嘘であれば、 ただではすみませんよ。嘘ではございません。真実にございます。そうですか。では白壁王様が次期天皇ということで、長手殿、あとはよろしくお願いいたします。あ,ああ、お任せくだされ。織田丸殿、先ほどの無礼。 年寄りのよまいごととお許しくだされ。気にしておりません。では、私はこれで、お待ちくだされ。いかがなさいました。なぜ、すんなりとお引きになられたのですか。私も、同じことを考えていたからです。しかし、 ここで白壁王様を天皇にしてはまた反乱が起きるかもしれないと考えました。私にはそれを沈める体力はもうない。なので王子様を押したまで。やはり白壁王様の芝居には気づいておられたのですね。押勝の反乱で活躍する姿を見ていますから。おだ田丸殿、ここからが正念場ですよ。 あなたの際でこの国を治めてみせなさい。お任せください。織田丸の暗躍は後の創作であるという説もありますが、藤原の長手や木々の牧平が話し合い、白壁王という人物が即位して、第49代公認天皇になったことは事実です。約1200年が経った現代でも、展示系の血筋が受け継がれていることから、とても大きなターニングポイントだったといえます。 さて次回の百科行乱歴史伝は、小田丸から桃川に改名して、公認天皇を支えた藤原の桃川にスポットを当てたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。